はーい、どうも皆さん、日崎ガンマでーす。いや、これね、実はね、リハではやってないんで、ちょっとこの後多分しのぶさんにぶん殴られるんですけど、じゃあ、屋号になんとかしてもらうわ。うん。あいつ下手くそ、あいつ、まあ、ハイパーパリピ漫画家ってガンちゃん何なんですかっていう質問ね、結構いただくんですけど、まあ、とりあえずね、簡単に言うと、ハイパーでパリピな漫画家ですね。はい。嫌いなことは、ホラーゲット勉強っすね。なんでお金払ってあんな怖い思いしなきゃいけないのって感じなんですけど、本当に苦手なんですよ。怖いのと、なんていうの、グロいのとか。よな。あー。いけないよ。で、二つ目、クソでかいターマンにサマー。広い家に、一緒に住もうね。なんその口説き文句超キュンとしねえんだけど、あのね、ちょっと言わしてもらいたいんですけど、あの、ね、今住んでる家がね、どうしてもね、やばいんですよ。普通にまず、あの、狭いし、あの、暗いし、寒いし、あの、普通に、あの、外壁が落ちてきて、俺一回死にかけたんですよ。今のマンション、普通に危ないマンションなんですよね。狭い家やん。狭い家やん。それは狭い家でも一緒に住もうね。さあ、お前もう一回行け。お前もう一回行けよ。キャンバー、もうダメだ。今日とかもなんか、あの、漫画かけてすごいみたいな、なんか、あれ、これなんかシリが喋ってんのかなみたいな。5人がまず思う、はい、こいつが一番学力がないんじゃないかっていうのを一回俺に送ってみてください。日崎誰に入れたの？日崎、ちょっと素直に言ってごらん。誰に入れたの？日崎は素直に、うん、でも普通に夕刻ロデスさん、バカ野郎、この野郎、本当にバカだれ。それで勝つ俺だと思ってんのかい、お前は。まあ俺やと思ってるか。まあそうっすね。はい。だって、あんた今年何歳になるのよ、あんた、ガンマは。私今年で30だけど。 30? 26なんか若干モテそうじゃないですか、都市的に。はい、もう考えがバカやないか。もう30も負けてへんけどね、やっぱ。いや、30はもうちょっと嫌って言うた、お前。ほら、もう、お前30はもう、お前30はもうって言ってたか、今。なんか、うん、大丈夫ですか、なんか婚活とか。ちょっと1000円貸して。1000円貸してくれ。ちょっと1000円貸してくれ。俺、愛が欲しいねん。どうしたんですか。1000円で愛買えんねん。独身すぎてぶっ壊れたんですか。1000円で愛独身生活買えんねん。1000円で後輩の金ですからね。後輩のすぐ来るわ。ちょっと待ってますよ。ちょっと待ってな、ガンマ。待ってます。絶対だから待ってます。絶対大丈夫。終わったかもしれん。ちょっと買ってきたやつ見せとくわ。え、いいんすか。ちょっと約束やから、買ってきたやつ一応、うん、はい、内緒な。内緒すぐ返してな、本で。オッケーです、オッケーです、オッケーです。早く返して、ガンマ。え、これ1000円。これロベル、おい、ロベル。待てー。あれやったわ。はい。え、1500円やったわ。は、1500円。あの紙切れが ATM からお金下ろした。やってんねー。ガンマ落ち着けて、ガンマ落ち着けて。おい、落ち着け、ガンマ。終わりだ、オロスターズは。ガンマ落ち着け。ラッシュねー。ガンマ落ち着け。俺はお前に憧れてたのに、もうお前はもう憧れではない、バカタレが。お前強くなるんやで。1年目の社会人に期待してねえから、会社なあ、ヤゴ。そうだよな、1年目の社員とか全然期待しねえよな、ヤゴ。スタッフ全員許さねえぞ。スタッフ全員許さねえぞ。スタッフ全員許さねえぞ。ちょっと顔色悪ない。ガンマ、スタッフさんからあるぞ。初心表明を叫んで欲しかったんですけど、なんか悪口が出ちゃいました。僕らのあれだったんで。もう一回ですか。いや鬼か。おいおい、なんか落ち着いちゃってねえか。みんなまだ前半戦だぞ。こっからさらに盛り上げていくぞ。おら、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 素手やから弱いわ。お前嘘だろ。
やばい、一人かけてる馬まず面がバグってる。ちなみにかんちゃんもこれね、僕買おった。はぶち上がれ。バリナリラ、このノキノキ早く収まれ。バリバリバリ、調子でない、君は女神、僕の女神。あ、バリ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 ナリラ、このノキノキバレないように。バリバリバリ、立て止まらず、君は女神、僕の女神。君は女神、誰の女神、クエスチョン。冬が差し入れなんか買うみたいな話をして、ここはどら焼きやろ。まあ、これはもうどら焼き一択やな。部屋に入る前にさ、もうどら焼きが出てんの。八咫神風磨さんからの差し入れです。ふざけんなバカ。俺も紙袋渡したらまたどら焼きかよってなるじゃん。スタッフさんもやべ、ちょっとこれやべって、やべどうしようってなって、でもまあちょっと紙袋の存在バレて、あのどら焼きですって苦笑いされたわ。笑ってた。完全にやらかした。ふまみたいな声出た。ふらってたよ。きついよ。難しいよ。ふまが一番緊張してる。たぶん。山が当たらないよ。アリス。オーレミ。アリス。トンプス。フーマがじゃあガンマの部屋集合でって、俺何も言ってないのに、ガンマの部屋集合でってみたいな、なんかディスコードで送ってきやがって、え、俺まだ何にも反応してないの。リオとウィオもオッケーってなんかということでイラスト出しますね、はい、もちろんリオのやつも出すわ。じゃあ恥ずかしとれんか、いいよ。なんか来たぞ。ずるいよ、だって3人でさ喋ってたそろそろ同期のショート書くか。着手しよう。ていうか今後あれだわ、先輩方も書くわ、イラストメイキング。嬉しいことに書いていいよって言ってくれてるから。あれ、こいつと腹割って喋りてえなみたいなのいねえの。あ、天馬さんですね。ああ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 あ、なんかこんにちは。あー、助けてー、くたばれ騎士の天馬。2?5 人で 2? 割ったら0.5 か。俺はアップロに入るのもマジ大変だった。正直オーディションとかクソ大変だったわ。昨日はくぐりでもしたのである。ああ、まあそれに近いですね。やっぱりあの飛び箱35段の飛び箱を飛ぶっていうですね、あのアクロバティック審査があったんですけど、それをまずヤゴがあのこうやってやるんですよって飛んで、その後にウユとフーマエリオが飛んで、あの最後に俺がなんとかあのよじ登って飛んだっていう、そういうあれですね、オーディションでしたね。はい。もうこの最終審査の結果待つの長すぎな。人生であんな時間が長く感じたことないな。メール来てるかな。一日に多分ね、あの1800回ぐらいはね、Gメール読みましたね。ちょうど2週間。え、もう来なくねみたいな。今日、え、終わりですけど、ラストですけど今日みたいな。そしたらまあ昼ぐらいだったかな確か。メールがピョンってなって、は。メール、え、あ、え、いちゃーってなって、あれですね、確かうんちしてましたね、僕。うんちしてる時にあの Gmail 見たんですよ。あの、スマホいじってたんで。あの、まあ、すぐに、あの、出て、で、まあ、スマホで見たくなかったんですよ。こういう大事なメールを。俺、喜ぶ時はもう絶対に喜ぼうと思ってたから、あの、PC で見ようと思って、PC 開いて。で、まあ、いろいろな、なんか、なんとかかんとかの結果、合格とさせていただきましたってなって、あの、俺は、あの、弾け飛んだっていう話。体が、喜びすぎて。爆散した。その時に、あの、喜びすぎて、あの、ドラゴンボールみたいに、あの、世界中に7つ、ばらけて、ガンちゃんが。で、それを、あの、フーマとか、あの、リオとか、ウユとか、シノブさんとかが、あの、7つ、そう、探してくれて、また7つ、集合させて、あの、最後に、あの、滝田ママが、
いろいろとあのジャケットとかシャツとか用意してくれて、で、あのまた完成したのがガンちゃんですね、今の。うんちかソフトクリームしかかけません。もううんちをさ、それもうんちしかかけないの、実質。うんち書いて下にコーンを乗せてるだけだから、もう実質それうんちなんだよ。ソフトクリームも。ひどい。あ、やべえ、マジレスしちゃった。リスナーのアステルさんっていう方にマジレスしちゃった。今来た。いつも来たタイミングでうんちの話してる。なんでなんでしょうね、これは。なんでいつもでうんこになっちゃうんだろう。うんち食べてる時にチョコパイの話やめな。逆逆逆誰がうんち食うねん。ちなみに俺さ、PC の名前さ、うんちポンポコリンなんだけど大丈夫かな。うんちポンポコリン。はぁ、やばい、PC 名聞かれた。ちょ、やばい、やばいタイミングで、ポンポコリンの話に戻ってください。あの、戻らなくていいです。全然戻らなくていい。うんち投げんな、お前。大先輩が見てるところで、初見さん、すいません、なんか、汚らしいコメントなんで、愚かさん、ツイッターで話題に上げてたのはしまいや、って。やばい！一番最悪なタイミングや。配信は普段してない。やっぱりなんか、うんこ VTuber みたいになってる。もっと真面目かつ、めちゃめちゃいい配信をしてるんでね。Yes, my うんち is very sexy. Yeah. いや、今日練習してきたんですよ。ポー、ポルカさんのオリジナルソング。ポが一個足りない。厳しい。リオフィー、スース。あ、あ、スースは違う意味だ。スースは牛乳って意味だから、違う、タスで、タス。スラングでおっぱいって意味もあるからダメ。あー、終わった。皆さん、今日僕は引退します。今日で自信はないけど勇気を出して出版社に持っていこう。うわ、ナチー持ち込みとか。いやー、ガンちゃんも持ち込みした。18歳の時、ね、漫画家になるって思って、進路全く決めてなかったんですけど、漫画家になろうってなって、1ヶ月後にボールペンで画用紙に書いて、ジャンプに持ち込みましたね。ジャンプって言っちゃダメだ。集英社さんに持ち込みましたね。原稿用紙の使い方とか全くわからなくて、なんか謎の、なんか B4 の紙に、ボールペンで定規引いて、コマ割って、帰って持ってきましたね。はい。なかなかロックです、ガンちゃん。まあ、全部バクマンを見て学んで、持ち込んだんですけど、まず君は漫画の描き方を覚えようって言われました。はい。ただ、行動力はあるから、また描いたら持ってきてねって言われて、名刺だけ渡されて終わった。姉子、一緒に絵描きましょう。オーガ先輩と一緒に混ぜて、混ぜてご一緒にコラボだ。書きましょう、3人で。よっしゃ。あ、オーガさん、ほんまの。いや、お前さ、ね、寝てます最近。え、寝てますか。まあ、だいたいいつも寝てるよ。睡眠は何時間ぐらい取ってますか。今も寝てるようなものさ。今から一緒に寝ませんか。君との夢の世界みたいなもんだよ、今。え、何それ、よくわかんない。今もオーガさん、睡眠で使ってる枕ください。え、じゃあちょっと待ってね。なんだ。あっ、あっ、角だ、やったー、角だ。それで寝るとよく眠れるよ。硬くて寝づらいと思います。なことない、すいません、早く終わってください。なことない、すいません、助けてください。いいトークだったら。何、ちょっとなんか満足げな顔してるんですか。でもパーティーも M というイメージがあるんだけど、それって願望でしょ。 あれでしょ、イオフィの好きなさ薄い本でしょ。違う。ちょっとじゃあイオフィに書くか、薄い本を。ちょ、イオフィの薄い本書くの。いや、違う、うちの、おい、待てよ、お前。ちょ、もう一回待って、待って。ためにですよ、ために。イオフィに、イオフィのってね。あたしのために、薄い方を書くね。君誰？もう、オーガンマじゃない。オーガンマ。オーガンマやめろ。オーガンマ。何、オーガンマって。ない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 。おい、ガンマ！おい、救えねえ。おい、椅子にも乗れ。ガンマパパなんだ。お父さん怒らないで。ガンマパパなんだ。お父さん怒らないで。ガンマちゃんとして。お父さん怒らないで。なんかね、ガチャ家で練習してるやん、絶対。ガチャ初めてなの。家でカメラのなんか運動会練習してるお父さんみたいな感じだ。でも他のみんなちゃんとしてるのよ。うちのガンマだけよ。うちのガンマね。それも個性よ、ガンちゃんの。荒髪ガンマになっちゃったよ。今日は青くんの隣に。そうですよね。イチャイチャしちゃおう。幸せ。今日会うよ。ほら、こっち来んな、お前は。こっち来るんじゃねえよ、お前。何ちりちり来たんだよ。もう一回、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 この野郎。もう一回、近づくんじゃない。パーティーダックだ、パーティーダック。めっちゃパリピじゃねえか。
かわいい。お前かわいいな。じゃあ名前つけてあげるか。ガンマ。ガンマ CR カップお疲れ様。あれかな、これ今お疲れ様会でもやってたのかな。やだー、やりましょう、やだー、やりましょう、もうやだー、疲れてこいつやだー。リポスターやろうしたらちょっとやらないと思ってるから。今からやっていいですか。まだ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 、次だ、次があるから、やめてください。こりゃそうや、こいつがインスタ、こいつを選んでたらお前とんでもないじゃん。違います、確かにな。じゃあ次、はい、第2位いただこうかなと。はいはいはい、はい、はーい、俺がインポスターでーす、ね、イエーイ、ね、まあまあ分かった。まずさ、捕まった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 。言うことあるよな、なんか言うことあるよな。頑張ったよね俺。頑張ってなかったよ、バレバレだったから。そうですね。俺さ、リハーサルでさ、スタッフさんが、うん、一瞬ガンマって口走ったって言ってヒヤヒヤしてた。なんか言うことあるか最後に。言うこと、うん、あの、僕を二度とインポスターにしないで。Oh, baby English. What? Baby English? No, no, no. This is gentleman English. I am a very cool gentleman, happy VTuber, hyper parody 漫画家、木崎ガンマ。OK? いや、僕なんかもう終わってますよ、英語。やばいっすもん。でもあれなんですよ、僕英語の書籍は買ったんですよ、うん、あ、えらい、イケメン英会話フレーズっていう本があって、これを買ったんですよ。これあの、マイペ全部のページにイケメンのイラストが書いてあって、プラスイケメンのセリフを書いてあるんですよ。英語すごすぎて、あ、マグニデッドマン、Oh my god! Many many hands! Okay! Wait, 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 wait! Wait! Mother, wait! Wait, 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 wait! Customer's hand! Your hand mochi! Yeah, yeah, yeah! Love potion! Oh, Magni Tsukebe! Magni Etchy! Etchy, Etchy! 来たそのお腹で寿司食べたい。あ、変態います、おまわりさん、おまわりさん、変態います、ここに。それデズが、じゃあデズも、デズも捕まえてください。デズも、うちのテンパスに危ないやつが一人混じってます。なんかデズさ、なんかあれなんだよな、正月衣装の時にも俺のツイッターなんかイラストアップしたら、なんかよだれをさみたいな絵文字を送ってきてて、あ、もうこいつは変態になっちゃったんだってなって、あの、警察呼んだ。リオくんにも踏んでって言ってた。これ完全に変態です。そうか、最近はテンパスもだいぶ変態化が進んでるか。アクセルも変態だし、アルテアも変態なのかな、レスパーも変態か、ワンちゃん。なんか変態しかいなくねえか、うちの事務所。なんかもう俺さ、パンツの人になってない？いや、あの、みんなパンツ上げてるから、みんな海外の、多分海外の人のイメージが俺パンツなんだよね。エレファントパンツ、あの、なんかね、ゾウさんのパンツのツイートしてから俺のコメント欄にゾウが増えた。ゾウさん履いてる、今ね、机の上にあれ乗ってるよ、これ、みんなのために用意してたんで。今聞こえますか、これ、この目、ゾウさんの目がもうグリングリに動くの。フォロワー6万人おめでとう。そうだ、ツイッターのフォロワー6万人いったわ、多分。今日朝気づいたんだよな、パンツの効果。もうパンツいいって、俺いつまでパンツに囚われなきゃいけないの。まずさ、あの、トップバッター、あれデズだっけ、デズ、マグニデズモンド、デズのパンツあれスイカだったね、あれスイカ。あの可愛いパンツ、まあいいんだけどさ、生活感やばくない？生活感、パンツのシワとか。あ、これ、このパンツちゃんと使ってんだなっていうシワを感じたよね。それはね、マジで笑った。あれね、あの、ディスコ繋ぎながら、あの、JP の奴ら4人で見てたんですよ。おい、もうあいつらパンツ出してんぞ、つって。見てたんですよ。おー、やっとる、つって。見てたんですけど、マジで面白かったっすね。アルテアはね、やっぱね、かっこいいイメージあったから、カルバンクラインやろうなっていう。まあ、カルバンで来るでしょう。って感じはしたんですけど、あのカルバンさ、若干なんかやっぱよれてるよね。あれよね、股間らへんさ、
若干なんか茶色くなってなかった？いや、あれって、ちょっとパンツ評論家の日崎ガンマとしてはちょっと、ここはちょっとね、意見を述べたいんですけど、黒の生地って、なんていうの？すごい使うと、どんどん茶色くなってくるんですよ、若干。だから、ある程度のパンツは、だいぶ使い込んでます。おそらく。パンツ評論家の日崎ガンマ先生の見立てでは。アクセルのパンツは、まあまあもちろんみんなと同様、シワシワだったんですよ。ちょっと怪しいのが、若干ちょっと小さいホコリが、パンツについてたんですよ。パンツは、おそらくですが、椅子についていたホコリを、そのまま、つけてしまっていたというふうに見立てとしてあるんですよね。要するに彼は L4D2 をパンツの状態で配信をしていたというのが、僕の推理では、あれですね、想定されるという感じなんですよ。はい。で、そのパンツを、その状態で写真を撮ったということは、彼は、ワンチャンフルチンだったんじゃないかっていうのが、このプロの見立てではあるんですよね。これもあまりにも名探偵でしょ、これ。はい。僕の日崎ガンマの推理ではあります。はい。で、最後ね、ベスパーに関しては、あれは、ベスパーのパンツは、あれね、新品です。間違いなく。なぜかというと、ゴムなどに緩みがなかったんで、完全にまだあれは使ってないパンツですね。ワンチャンね、あれ配信終わった後に買いに行った説まである。ワンチャン。それぐらいお乳。そう、全然シワがなかったんですよ、パンツに。絶対お乳。断言できる。パンツソムリエ。のパンツソムリエ一級です。みんなは今何級？ああ、まだ一級の話はついていけないか。ごめん。今日はちゃんと、みんなみたいな素人にもわかりやすくさ、パンツの話してあげるから。大丈夫。安心してくれよ。お！工房！イエス、アンクル、ガンマ。イエース！ヒミヨー！アンクルってどういう意味？ガンマおじさん ?NO! うま、ボコボコバカバカボコボコにするぞ、イェイイェイ。ボコボコにするぞ、イェイイェイ、やったー、イェイ、ふざけんじゃねーよ、ふざけんじゃねーよ、イェイイェイ、何言ってんだろう、ふざけんじゃねーよ。本日の重大告知、こちらでございます。ポン、日崎ガンマ 3D お披露目配信決定しました。いやー、なんか緊張してきたな。まあでもみんな楽しみにしてるし、一丁暴れてきますか。せーの、よいしょー。どうもー、皆さん、こんガンマ日崎ガンマでーす。お願いします。それ映せないっすよ。俺はガオーのポーズしただけだから、俺、ね、ジャンプってしただけだ。そう。いや、君たちの心が汚れてるんじゃないですか。お前らやん。スマイル、コボスマイル。スマイル、クソガキ。オッケー。うん。オッケー。スマイル。いやレディゴーバーニーウッチおじさん、オッケー、イエー、オッケー、コボ、ストップクライング、泣き虫、何、who is crying、got it、うううウッチおじさん、うえー、オッケー、あぶねー、ナイス。My child is genius. Genius thing. ごめん、あなたんだけ。オッケー、パカちゃんだけ、パカちゃんだけ。さ。張ってる。右から行く。刺さってる。これ、グレー刺さった。第3位来るよ。お願いします。誰だ、カツモカして、カツモカ第3位、うわぁ、やったー、銅メダル、表彰台、ね、あぶねー、1ポイントやばない、あぶねー、マジでよかった。やっぱりね、努力は裏切らないってみんな小曽根もしてましたけど、毎日
途中まあチャンピオン取ってヤバかったのもあったけど、何よりもその練習勝ったのでなかなかうまくできなかったところを篠宮もキューちゃんもめちゃめちゃめっちゃ声出してて、ほんとわっしよかった。あーもういや本当に最後のチームだった、マジで。私のマイク使う。水谷までー。あ、うるさい。うるさい。うるさい。あ、いいよ。あ、やばいやばいやばい。ダメ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 。アリキ漫画家、本当にお前漫画家描いてんのか。ツイッター見てみろじゃあ、俺イラスト上げてっからお前、おい。ツイッターをよ。マイじゃないかお前この野郎。あ、うめえだろ。ゴンちゃん、大好きだぞ。お。バイバイ。ナイスナイスナイス。本当に会いたかったんだよ。これはいたかった。マジで会いたかった。今度俺も喋りたいなと思ったんで。我が輩の家の隣でやるの。おお。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。これ売れる売れる売れる。皆さん、あの本当に本当に申し訳ございませんでした。そんなんで許されること。申し訳ございませんでした。謝れば許されることない。すいません。始めようよ。ヘリコプターこれか。俺操縦したことないからガマ頼むよ。終わった。あーおらおらおわさび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 しつけあいつ苦しい。 DD 配信で先輩方が全員爆笑をかっさらう中、シリアス笑いでへこんでしまうガンマの、待機室での走り出していいんだ、どんな道も一人になんてさせないさ、まだ小さな手はずっと離さないであげる、砕けたっていいさ、全部全部ゼロになったら始まるから、高鳴る胸今今不安情熱に変わったんだ。疲れたな。めちゃめちゃ楽しかったね。とにかくイラストを喜んでくれたのが嬉しかったな。配信楽しんでくれた人が多くいてめちゃめちゃ嬉しかったわ。だって1年前まで俺さ、ロベルトの配信見てたの。すげえよな。この机でこの家でこの部屋で見てたんだよ俺。マジでエモい。これは本当に入ったんだな、ホロスタにっていう、そういう気持ちです今。いやでも本当に本当によかった、マジでホロスタ入って。この写真ホロスタラインのアイコンにもなっとった。まあ自分がやってきたこととか、これまで1年間応援してきてくれたリスナーさんたちとやってきたことが間違ってなかったんだなっていうのが一番嬉しいね。なんか話してた内容とかお絵描きとかもそうだけど、やってきたことって別に間違ってなかったんだなって。